ニセキリル文字のリバースが使われた T シャツ。ロシア語としては意味をなさない。ニセキリル文字とはラテン文字圏を中心に使われている言葉遊びの一種でラテン文字を似た字型のキリル文字と置き換える表記法である。英語などのラテン文字の単語中にリバースやのようなラテン文字に似た字型のキリル文字を混ぜるというものである。似た字型のものを使うが A や C のように同一系のものは使われにくい。これらは大文字では似ているものの、小文字では似ないことが多いので、原則として全文を大文字で書く必要がある。偽切れる文字の発音は置き換えられたら天文字と同じものを用いる。例えば、てと、r i ズという表記は元の通り、テトリスと読ませるわけであるから、リバースの発音は ja ではなく r となる。 偽切リる文字を使う目的は様々あるが、ロシアらしさを醸し出すために使われることも多い。前日の、てと、ールイズにもそういった狙いがある。ポール・マッカートニーのアルバム、バック・イン・ザ・ USSR の世界共通版 CD に、記した名義、ポール・マッカートニーや、フィンランドの音楽グループレニングラード・カウボーイズのロゴ、LIGRAD ・ I G R A D、カウボーイズなど、 音楽グループをはじめとした各方面で用いられている。ソ連ロシアと関係ない用途でも広く使われ、ヘビメタルウムラウトと同様に文字装飾の一環として定着している。おもちゃ屋のトイザラスでも、英字ロゴに鏡文字の R が見られるが、これはアルファベットを習いたての子供の語字をイメージしたものである。この他、ラテン文字とキリル文字を並べて、 戦対称にして特徴づける用法も多い。三菱 RVR のロゴや9インチネイルズのロゴなども RVR、NI という表記を用いている。日本語のひらがななどとは字型に類似点が見られない。ためか、日本語に対しての偽切りる文字利用例は多くない。多くの場合は英語に対しての利用か、ローマ字に添加して用いられる。基本的な用途は、 ラテン文字文化圏と変わらない。トイザラスのロゴの場合、カタカナとひらがなの混ぜ書きに移された。テレビ朝日系列で放送された、ドラマ、トリックのタイトルロゴの K は左右反転していて、偽キリル文字風であるが、こういった文字が使われているわけではなく、鏡文字遊びである。一方で、ラテン文字への転用があまり行われない小文字、キリル文字が、のような、 顔文字の部品やギャル文字を構成する部品として使われるなど独自のキリル文字転用文化が成立している。ありがとうございます。